1曲目、ザ・サページのいつまでもいつまでも。じゃあいいですか、風が僕にくれた可愛いこの恋を、いつまでもいつまでも話したくない、いつまでも花のような君、サベージの中の一人にあの寺脇さんと言いましてね、あのルビーの指輪とか今年勲章をもらった方なんですけど、皆さんご存知ないでしょうね、その古い方はね。ということで、次の曲はあの最近って言っても何どのくらい前かな、10年前になるのかな、あの島谷ひとみさんがカバーしてました、甘色の髪の乙女。これはもともとはヴィレッジシンガーズというグループがやったんですけども、そのヴィレッジシンガーズの甘色の髪の乙女をやりたいと思います。いいでしょうか。はい、はい、じゃあワン、ツー、スリー。甘い色優しく包む乙女が胸にし
次の曲はあのザ・タイガースの、ザ・タイガースといったらこの歌なのかね、違うか、違うねきっと違うだろうね、花の首飾りという曲ですけども、カホン の山田さんが歌いますけど、彼ああ見えてね、同盟家あ、これ作ったそれで、しかもうちの奥さんもね、彼の生徒なんですよ、なんと。で、なんだっけ、もう一つが、建築家、建築士。そうですね。で、もう一つね、なんと、なんだっけ、小学生にバレーボール教えてる。あ、バレーボール派？あ、バレーボール。陶器、陶器。なんか、見えないけどね。見えないね。多分、あの、ねだればくれると思いますよ。そう。あの、自宅がね、あの、なんだっけ、陶芸教室になってて、釜があるね。よかったらいつでも焼きますので。はい、じゃあその陶芸証拠隠滅で焼いちゃう。じゃあその、陶芸家の山田さんが歌います。花の首飾り。がっかりしないでください。はい。どういう意味かな。花咲く娘たちは、花咲くのでひなぎThank you.
24号がね来てね、私の住んでる磐田市も、被害を受けまして、停電が僕の家で1日半停電で、晩ご飯がろうそくとテレビがなかったんだよね。大津さんのことどうでした？私は静岡にいたんで全く被害なしです。あれ静岡皆さん被害なかったですか？停電の。ないない、静岡何も関係なかったですよね。いや、岩田は岩田田舎だから、ね、岩田浜松だから、ね、そうすごかったです。浜松なんてね、僕は東名浜松インターの降りて角のとこに、作業手近になるんですけど、ちょっとそこにいるんですけど、その東名の前の信号が停電で大渋滞、多分あれね ETC も入れなかったんでしょうね、停電でね。なんかそんなことが私はありました。電気のこうね、ありがたさを本当改めて知りましたけどね。ということで、その台風とは全く関係ないですけど、次の曲はワイルドワンズの思い出の渚。このね、ワイルドワンズもこう加瀬さんが一昨年ですかね、亡くなって、その前に、フルート吹いてたチャッピーと言われてる渡辺茂樹さんが亡くなってね、もうワイルドワンズも今3名しかいませんけども、ということで、はい、はい、弾きます。フレット確認しますね。7、8、9ですね、はい、もうね、年取ると覚えきれなくてフレットが。じゃあいきます。1、2、3、間違ってやった、間違ってでと言いながらフレット間違ってるからしょうがないですね。はい、いきます、はい、
の夏よりはい、ありがとうございました。ですね、あとここですね、次の曲はあの紅白歌合戦だね。紅白歌合戦に出てレコード大賞を取ったといえば、あのブルーコメッツのブルーシャトーです。なんかその辺から拍手が聞こえますけど、同世代？違う、失礼しました。ご存知ですか？僕らだからね、中学3年の時、高1か。あ、年が上がっちゃうね。中学2年か3年だよね。そうですね。もうこの中で僕らが一番年上だと思いますけど。じゃあ行きます。ブルーシャトー、いいですかね。じゃあ、森と泉に囲まれて静かに眠るブルーブルーシャトー、あなた僕を こじつけで、最後の曲はザ・スパイダースの、あ、そういえばスパイダースの釜谷さんも去年今年の頃になりましたね。もう本当寂しい限りです。ということで、机の上にタンバリンとありますので皆さん盛り上げてください。最後、あの時君は若かった。
ていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。あの時君は怖かったか、わかってほしい僕の心、小さな心を苦しめた僕を許して欲しいんだ。それでも君が望むならもっと待ってる、いつまでも。きっとわかってありがとうございました。